スタートしました。リバティアイランドスタートを決めました。スターズオンアースもいい飛び出しを見せています。スタンド前どの馬が逃げていくか。外目から4番のレベルスロマンス、やはり出ていこうとしますが、内から3番ポイントロンズデール、2頭が内外離れて先行、1コーナーにかかります。その後5番シャフリヤールは今日は3番手を取りました。外4番手11番スターズオンアース、ランフランコレットを力手に乗り換わっています。2コーナー3番ポイントロンズデールが逃げます。リードを体半分、4番レベルスロマンスは引いて2番手向こう正面です。1馬身半差、5番のシャフリヤールが3番手、インコース2番のジャスティンパレスが迫っていきます。1馬身差11番スターズオンアースは5番手、その後10番エミリーアップジョン、外体半分差12番リバティアイランド、中段の位置を追走しています。先頭までは8馬身9馬身、その後ろは6番シムカミル、1番のジュンコ、後方から3頭目9番のオーギュストロダンが追走しています。まだまだストレートが続きます。8番のスピリットダンサーが追走、まもなく残り1200です。7番のシスファハンは後方から、向こう正面の中間点3番のポイントロンズデールが逃げていく展開。リードを1馬身、2番手には4番のレベルスロマンス、3番手に5番のシャフリヤール、淡々とした流れ、その後2番のジャスティンパレス、外目11番スターズオンアースは5番手、前の方は縦1列になりつつあって3コーナーカーブ、その後ろからは10番エミリーアップジョン、12番リバティアイランドは中段よりも少し後ろを追走しています。その後ろ6番のシムカミル、1番ジュンコが続いていって 3,4 コーナーの中間点にかかってきます。後方にかけてオーギュストロダン、今後ろから3投目、4コーナーカーブ、徐々にピッチが上がって前の3頭が後ろを離し始めました。3番ポイントロンズデール、4番のレベルスロマンス、そして5番のシャフリヤール3番手、やや離れてジャスティンパレス、スターズオンが4、5番手、その後ろリバティアイランド、バグンの1番外に持っていく、直線に向かいました。ポイントロンズデールをかわして残り100を切って、レベルスロマンスが先頭に変わった。リードを1馬身、その後ろから追ってくるシャフリヤール、間をさばきながらエミリーアップジョン、外からはリバティアイランドも伸びてくる、連れて2番のジャスティンパレス、200を切りました。粘るレベルスロマンス、リードを2馬身、3馬身シャフリヤール、外からリバティアイランド、3番手から2番手伺うが、逃げる4番のレベルスロマンス、レベルスロマンスゴールイン。2番手は5番シャフリヤール、12番リバティアイランド、外追い込み急でしたが、わずかに遅れた3番手か。